はい、どうもこんばんは、笹笹です。今回は、マリオカート Wii、 今回はというか前回に引き続き今回もですね、実況がしばらく空いてしまいましたので、マリオカート Wii で合流しました。よろしくお願いします。今日が3月3日桃の節句なので、それに合わせて桃の節句記念ということで、また子供帰り杯を開催させていただきます。で、登録ページに5色の開始時間のところに5色があったのがすごくご迷惑をおかけしました、皆さん。本当にさっき気がついたのですっごいびっくりしてるんですけど、続々集まってきてますね。よかった。これが20時半っていう風に書いてあったんですけれども、場所によって23時って書いてあったりとか して しかも集合時間というか、これぐらいの時間にお集まりくださいっていうののメッセージに7時56分ぐらいにっていう風に書いてあったりとかしてしまったので、もう本当に申し訳ないです。ちょっと今日本当に今カミカミなんですけれども、実況自体が結構1週間ぐらい空いてしまったので、声のボリュームとかもこんなもんなのかっていうのが分かんないような状態なので、ちょっともしかしたら声がちょっといつもよりちっちゃいかもしれないですけど、まあいつもちっちゃいんですけど、まあよろしくお願いします。あ、ツイッターの方でも書いてくださってますね。今回は本当に、もう集まってくださってる方のおぼろさん、あ、この方ですね、おぼろさんにすごくいろんな方に声かけていただいたので、もう本当にこれだけ人数集めていただいたのがすごくありがたいです。お手柔らかにおぼろさん早いんですよ。あとは嬉しいというかびっくりしたのが、あの第3ですね、あの右から2番目の方ですかね、が今まで、あのマリオカート Wii を持っていなかったらしいんですけれども、あ、この方ですね、あの YouTube にアップした動画を見てくださって、わざわざ買ってくださって参加してくださったのがすごく、もう個人的にすっごく嬉しいですね。で、前回に引き続きネルさんたちにも参加してくださってます。もう今日初めての方も本当にありがとうございます。おやすみなさいこれやったらみんないなくなっちゃうかな。ウサギさん返してくれた太鼓さん、あ、太鼓さんも結構またね、じゃごめんなさい、すいません、僕が悪かったです太鼓さんもすごくコンタクト取ってくれて、おすすめは、おすすめどれだろうね、コンタクトまめに取ってくださったのですごくお世話になりましたね。おすすめは、何かな、コースでってことだよね。お、ジャングルパーク、マジか。さっき実は一番最初に入室してくださってたのが、どなただったっけな、あ、うさぎさんか、うさぎさんだったんですけれども、なんかもう24×4 のメッセージだけのやり取りでなんかすごいふざけてましたね。もう楽しめますね、結構これは限られた言葉の中で。そう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 、さっきその中でうさぎさんがキノコキャニオンをやりたいって言ってたので、今ちょっとキノコキャニオンを押してみました。ちょっとそれ違うでしょそれはあれだよ
バトルの方でレースじゃないよ。まだやってないコース、まだみんなやってないよ。スノーボードクロスとかやりたいな。で、今回は前回できなかったレインボーとかもやっていきたいですね。あ、お化けの松いいね。あれかな、多分買われてから間もないので、前にやってたコースの方が得意なのかもしれないですね、第3の場合は。おやすみなさい、凡人ネルさん。今回は凡人ネルさんなんですね。バイクで行きます。うん、いい。カートで行きます。ちょっと待ってもらおうかな。時間皆さん大丈夫なのかな。3分待ちましょう。あ、見つかんの本当。あ、中型ですかね。中型だとデイジー使うのかな。ハンドルで行くのマジですか、ガラクタさん。あ、小型、嘘、おぼろさん小型使いだっけ。お、第3大型まだやってないコース、うん、まだやってないコースがあと何コースだ。24コースたくさんあるね。まだやってないコース、今日皆さん結構日曜日なので、もしかしたらやってた方もいるのかもしれないですね。ココナッツモールとかいいな、やりたいな。あと他の方とかは大丈夫かな。なかなか入ってこないですけど。あ、ジャッキンさん、エラマジで。ちょっと待って、あ、ちょちょちょ、勝手にボタンが押されてしまった、すいません。ちょっと入力がパソコンの方に変わります。よし、じゃあ行きますか。お待たせ、よし行きましょう。もう時間がだいぶ過ぎてしまいましたので、よし、再度挑戦です。さて今度はうまくいけっかな。主催者が重いとかそういうこと。うおー、頑張れ回線、頑張れ。おーし、来た来た来た。さて最初全3グランプリの構成なんですが、最初は、あ、間違えた、間違えちゃった。やべ、間違えたよ。おだいり様カップだった、女性限定だ、女性限定じゃないや、メンズキャラ限定だったのに間違えた。つうかすごい、みんなレート高いな。しまった、主催者が間違えてどうすんだよ。ウイサにしよう。キャラ間違えました。もう企画者なんとか頑張ってくれって感じだな。そこは一人だけ女が混ざっちゃう。普段デイジー使ってるとどうしてもデイジー選ぶ癖がついちゃいますね。間違えた。すいません、ということで失礼しました。間違えたよ、ごめんなさい皆さん。
なんですよね。3月3日ということで1グランプリ目を、男性限定、2グランプリ目を女性限定というふうにして、3グランプリ目は、まあ、縛りなしでいこうというふうに思ってたんですが、ちょっと、まあ、間違えたとはいえ真剣にやらないと動画的にグダグダになってしまうので、すみません、間違えましたが、ごめんなさい、後で謝ります。よいしょ。あー、なんかでかい。やっぱ間違えてるの俺だけだよね。やばい、慣れないことをしたがために、というかキャラクターをあらかじめ選んじゃってたのが間違いでしょ。ドン。これはもう俺集中砲火でもいいですよ。すいませんでした、本当に。あ、しかもジャンプアクション失敗したし、まあ次のグランプリから、まあ本気出しても高出し入れてるとは思いますが、あ、今回は本当グラグラになってしまいました。申し訳ないです。なんかこれ謝ってるだけの動画になっちゃいそう。謝罪会見動画なと。まあそれでも誠意ある対応ということで、真剣に勝負しますんで、よいしょ。あっ、おー、あ、危ない、グエ、真剣にやってこれかよ。よいしょ。ちょっと待ってくれ、謝罪コメントか。ごめんなさい、主催者となんでキャラ間違えましたと。どこにしようかな次は、ルイージサーキット得意ってわけじゃないんですけどね。おー、キノコキャニオン、メープル、おー、ワルイージスタジアムか、マジか。真剣に行きましょう。おー、全部取られた。そこみんな早いんだろうな。真剣に行ってこのルートはあんまり正規じゃないのかな。曲がりきれなくて、わー、やっぱみんな早いな。ジョージキノコ使ってんじゃないのって、前と同じミスしてるよ。みんなの邪魔してるだけだよ。よいしょ、曲がりきって、あー、みんな早い。うわ、
アイテムないとこ飛んだ。よし。どうなんでしょう、今日皆さん本気キャラなんですかね。これは小型をあえて使ってるっていうのもちょっと気になりますね。ヒノキよ、あおー、下手くそー、やばい、前と一緒じゃないか、これじゃ。前回もあれですね、このコースですごい皆さんから引き離されたんですよね。ちょっと今回は少し研究しないと、今回こそは。よし、嘘でしょ、そのタイミングで。あ、結構皆さん落ちた。大丈夫かな。通りでなんか一番後ろ走ってる割に後ろに2人いる表示はおかしいんだなと思ったんですよね。あー、ネルさんとダイさん落ちちゃったかな。さっきまでいたのに。何残ってんのかな。キノコキャニオンですよ。あー、やっぱ9人になっちゃってる。お、キノコキャニオン当てた。ウサギさんのリクエストですね。よし、このメイン使ってる方は男なのか女なのか女なのかってちょっと個人的に分かってないんですけど、あ、やべ、ここで使うんじゃなかった。あ、危ないな。あ、あ、おぼろさんがキノピオなんだ。あ、危ない。うそ、あれ、なんかコース間違えた。あ、失敗したし。おお、失礼。おっと、なんか危険な匂いがしたけど大丈夫だった。あれ、また俺最下位になってる。ってことはもう今日は何ですか、回転がグダグダな日なんですか今日は。あー、やばい、ここでダッシュはやばい。やばいと言いつつやっちゃうところがね。やべえ、超離されてる。戦闘集団からもう離されすぎでしょ。もうこの隙に追いついてやる。よいしょ。あ、またいかんとこで使ったな。いかんとこで使ったけどさ、多分この差だと追いつけない気がするんですよね。やっぱりだ。回線すごいな。
太鼓さんも怒っちゃったのかな。あ、俺一桁だ、また。あー、うさぎさん怒っちゃいましたね。あー、せっかくのリクエストのとこだったんですけどね、うさぎさんの。残念。ん？知りませんでした。キャラ間違えたのも気がついてくださったんですね。よし、ファイナルレースですね。もうちょっと上位を取りたい。あー、相手にソードラリー、ソードラリー、ソードラレシーター、それも日本語できないみたい。言ってるんだか、確かによいしょ。お、みんなそっち行くんだね。あ、落っこったな。なんか落ちてく姿が見えた。あ、低い低い、あ、ちょっとなんかバイクでいい乗り心地のものないかなっていうのを探したんですけど、やっぱりなんかドリフトが低すぎてすごく使いづらいんですよね。皆さん、皆さんというかどのバイクもなんかドリフト性能が悪いやつがなかなかなくて、ドリフト性能が悪いっていうか、なんていうんですか、その急カーブでなくて緩やかなとかなんか言ってるから怒っちゃうんですよね。お、久しぶりやね、久しぶりだな。カーブするときにグリーンと緩やかにカーブするタイプのものの方が好きなんですよね。というか、あー、これは使うの早すぎたかな。おー、キラーが飛んでた。よいしょ。あ、しまった、マジックが入った。高く飛びすぎなんじゃないね。あ、ちょっと、あ、マジで、みんな早い。あー、残念、6位か。また一桁。次は上位を目指そうということで第1回戦、お、終わりです。